はい、こんにちはです。かわいいよ。顔かわいい。あ、眠いな、お前。絶対これ眠いよ。何これ、うわ、貯金箱見て、はあ、俺は仕事が好きなんだろうけどセンスがないような気がする。暑いな今日。うん。こっちね。こっちね。こっちね。今日からプロテイン飲むよ。プロテイン。ああ、地頭良くなりたかった。多分頭は遺伝だよね。頭だけは遺伝だと思う。頭良くなりたいな。まあ無理だけど。頭が遺伝だから。頭良くなってたらどうなってたんだろう俺。地頭良くなってシューピシン。やべえ。ね。寺、うん。熱い。今日はこの日割りプレイです。ずっとマスク。俺はずっとマスク。大丈夫大丈夫。みのり太郎。わわ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 わ。ああ、僕かわいい。ドイツ人め。ドイツ人。ポポ君は。
コブ君は大根だもんね。じゃあポンジンじゃポンジン。髪の毛切ったからすげえいい感じだよ。あ、だからポップギョニソーなんだ。フランクフルト。大豆の。欧米産。醤油買ったか。なんて。あ、痛い痛い痛い。ひっくり返る。ちゃんとしてないんだもん。バカは今日もここに来ますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10匹。今日何食べようかな。影の山行ったらそれしか考えてないんだけど。ダメだ、もうここでへばった。今日暑いからね、体力、あ、塩タブレット忘れた。あ、まあいっか、ちょっとしかね。まあ大丈夫でしょ。こういうとこは多分いるような。でもちょっとしかない。今日どう行くの？高尾行って。高尾まで行く？いや高尾は今日やめとこう、しんどい。でも帰りいいよね。何が？バス乗んなくても。あ、いや歩きで行くつもりだったけど。いいよね、小仏で。あそこのなんだろう、日陰さは何つったっけ。本当は通っちゃいけないような道。いやもう開通してるから。あ、本当に大丈夫で。日陰さはキャンプ場で大丈夫か。飲み物買うならここが最後だよ。そうなんだよね、マジで。今日ね、冗談抜きで買った方がいいと思う。いや、これあるからいいよ。飲み物より食い物食いて。あの、梅欲しい。あ、銀山だ、かっこいい。ウーロン茶ね、麦茶さえあればいいや。麦茶さえあればいいや。ここの名前忘れちゃった。あ、これハチくんじゃん。気をつけようね。まあ大丈夫だと思うけど、刺さないと思うけど。普通にトンボかと思ったらハチでした。これ、あ、今日あるあるある。そう、ミネオさんちの梅干しあるよ。あぶきうまそう。柚子がない。梅あるよ。ふきはないね。ふき味噌200円。これね、梅にしよっか。あれ、ピー梅欲しいの。梅にしよっかな。ふきはいらないか。あったかな、200円。これね、助かるよ、絶対。あ、やべ、小銭ねえや。うん、ない。あ、じゃあ諦めるか。500円玉しかないね。足りなかった。100円しかない。しょうがないね。600円なんか垂れ下がってる。うまいことこうやってふーって。鳴らしてあげよう。あれ、私、ちゃん、キャリーバッグの中に入ってるかも。鳴らす。いや、キャリー探して。多分、さっきトイレ行った時、キャリー突っ込んだ記憶ある。いや、ポプの中に入ってるとこ。ポプ座ってるとこにあるかも。なんか靴なのじゃない。え、ない、うん、え、嘘。携帯、いや、持ってて。いや、私この中に入れた記憶あるけど。わかんない。いや、入れた。これは、ね、入れてトイレ行った。今鳴らす。でも多分私鳴らないと思う、音が。あ、なんかブームなってる。だからこの中だっつってんじゃん。鳴られてる。なってこの中じゃないの。え、じゃあこっちポプが入ってる中にあるっつってんじゃん。この辺があるけど。あ、あったあった、これだ。何言ってんじゃん。はい、怖い。危ねえ、危ねえ。はい、これです。何、どうでもいい。どうでもいいって、これどうでもよくないよな。
山レコ。ここが最後です。今日はこれね、水分持ってかれるよ。注意しないと。今日は鍵延山ね。あ、カルピス入れてんの？ずりい。おい、おい、くれよ。カルピスはくれよ。氷作ろう。ぬるくなっちゃった。ぬる、ありがとう。なんて締めるんですよ。俺これだから。どう思った？使えねえなって感じ。あー綺麗、ここ超綺麗。これ熱い。みたいな日は本当に早く行って涼しい家に登るみたいな。まあまだ大丈夫です。今日影信山はやめだけにしとくか。なんでここだけはいいかな、うん、あ本当に。それはいいや。影信山登ろうかな。じゃあ、あ、じゃあここだけ行こうかな。反対側でもいやだ。いや、嫌なもんだって。変な道行きたくねえもん。小仏だったらまだ繋がってるじゃん。影の山繋がっ、その影信山の隣の山が繋がってない気がする。はい、じゃあいいや、めんどくせえ。小仏、小仏だ。なんでこれ顔もあるんだ。小仏あって。今日家帰ったらトンテキ食おう。あー、まあトンテキ食いたくなってきたよ、もう。あー、買っといてよかった。でね、あのね、玉ねぎのやつはもうね、温野菜にする。無理。しゃびしゃびになってるから温野菜にして、しゃぶしゃぶみたいにして。これ今日はね、そんな暑い姿はちょっときついかもしれない。リリコっていう気持ちになった。もう無理でいいでしょ、別に。別にいつも合わせない、いつも以上に。ただ今日は高尾きついわ。高尾今日も行かないつもりでいたから別に。うん、言ったであれ好きなのかな。なんかもう一回もうあそこをこうクリアしてるから、そこまで焼き出さんっていうか、まあ、ただなめこを食べてえな。どうしよう今日は。なめこの天ぷら食いてえな。こうさ、仕事の指示を出すじゃん、うん、で伝わってない時ってどう思う？うん、あ、伝わってなかったんだってなる。うん、そっか、考えすぎかな、うん、っていうミスをしてしまって昨日。それが気になるんだったらもう一回相手に言うけど、あれこういう風に言ったけど、あれ言い方悪かった、ごめん。あ、違う違う、自分が受ける方ね、仕事を、うん、あ、やべえと思って、あ、そういうことかってなるじゃん、気づかなくてみたいな。うん、
それはそういう風に言えばいいじゃん。うん、あ、気づかなかったですって言えばね。気づかなかった、こっちのこれのことかと思ってましたって。まあでも慌ててそのリカバリーすれしたから大丈夫だよ。なんで、なんか言われたの？いや、なんかね、考えすぎちゃうんだよね最近。多分それ考えすぎだよ。なんかね、なんかあったら多分言われるから。センスねえなとか思っちゃって。じゃあなんかあれば言われるから。うん、多分言わないとかだ、許容範囲だから問題なかった。うん、まあ慌ててカバーしてなんとか出しとけたけどさ、もう好きだから。ただね、悔しいなっていうのもある。そういうので、あ、そういう、あ、そういうのを知りたかったのねみたいな。もう気にすぎるだよね。うん、まあ例えばこうロジックを立ててさやっていけばわかるんだけどさ、たださ慌てちゃうじゃん、うん、あ、とりあえずその金もらってる立場だから言うこと聞くのが優先になっちゃうじゃん。まあね、うん、うん、難しいんだけど、そんな学校のさ、なんかお勉強とかするのじゃないんだから。で、そっちの方になっちゃうんだよね、本当に。ね、ちゃんと閉めてるのに。してるよ。うん。なんすだっけ、ジョイマン高木、高木、いや名前いいよな。でもさ、そのジョイマン高木さん本人が一切出てこないってのもまたいいよ。なんかすげえ盲虫使うよね。うん、はい、ジョイマン高木に決定とか言って。あいつの本人いねえやんけど。